どうも皆さんこんにちは、茶碗部の抹茶でございます。今回はセリスを使ってランクマッチ潜っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。こちら2ダメージ2ダメージじゃない、1フランクノーダメージ2タンク2サポートですね。まだグロックはダメージ運用になります。で、対するお相手が、フランク1ダメージ12タンク1サポートという感じですね。はい、まあ、お相手の方が、まあ、どっちもかな、結構バランスいい方だとは思うので、まあ、あとは個々の力がどれだけボッとどれだけうまいかとかそういったところにかかってくるんじゃないかなと思います。早いね。さあやっていきましょう。いや、まあこっちでいきましょうか。クロノス使っていきます。待って、アタラスが来ねえ。あ、来た。さあ奥の味方もちゃんと回復して、そしてもう一度足そうよ。いしょ、やばいよと回復していきましょう。後ろの陣は変わらずですね。やっぱり結構密着して使う感じになるんだよな。さあさあ、ナイス。ちゃんと回復しっかり巻いていきましょうか。あぶいあぶい。よいしょいしょい。ごめん。おお。はい、とりあえず回復はできてるんでしょう、きっと。味方、文字くんが最後ちょっとやられちゃいましたが、それぐらいですね。ちょっと最後もうまく当てれればよかったんじゃないかなと思います。さあ行きましょうか。足に積むのよかったな。積めばよかったな。文字くん、うん。え、あ、超ミスしたんだけど。あ、やっちまった。ソーリーって感じですね、今のは。もしくんナイス。その位置は僕見えねえ。あぶいあぶい。あれして、待った、もじくん、あぶいあぶい。あー、どけか。ナイス。回復します。ちょちょ、
ありがてえ。裏ちゃんと見てくれるのめちゃくちゃ助かる。てか地味にグロックは違うか。危ない危ない危ない。使わないからな。よしよしよし、あ、完璧でしたね。使い方はちょっと途中やらかしましたが、あの回復中にスイッとなんだシャドウトラベルできないのをすっかり忘れてて、回復止めることなくずっとシャドウトラベルのボタンをクソ連打しててそのまま死んでいくっていう場面が一回ありましたが、まあそれを除いて、あとウルト最後のウルトの設置場所はちょっとなありだったかもしれませんが、まあまあまああれは仕方なしというか、まああまり勝敗に影響なかったんじゃないかなと思います。はい、途中死んだのだけですね、影響あったのは。はい、というわけでナイスゲームでした。 GG。さあ見ていきましょう。まあなんだかんだで6万1000ヒール、まあそこそこって感じでしょうか。まあ味方がダメージを受けてない時間が結構長い時も多いにあったので、まあそれが回復量そんなにない理由じゃないかなと思います。まあとはいえお相手よりはできてますし、まあ、こっちがガン攻めしてたっていうのもありますが、結構余裕持って戦えてたんじゃないかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。